3歳になりました今回なんですけど、前回の動画産後クライシスについて結構ね、共感ですとか、まさに今そうですとか、やっぱ子供が2、3歳になっても今もみたいな方もいらっしゃって、ありがたいことに男性側からのコメントもいただいたりと、多くの意見をいただきました。ありがとうございます。でね、あの動画を上げてから1週間経たないぐらいで私に心境の変化があって、でもなんかこの産後クライシスを乗り越えたというか、こういうふうに考えればもうイライラしない、みんなこんな感じでやってこうぜとりあえずみたいな、私はこうしてるっていうことをね、お伝えしたいと思います。ボブコ、はい、ボブコでーす。キューキーがでーすニクニクシャンだね、まあ、結構ね、前回の動画でもね、まあ、こういうことがありましたとか結構喋った方だと思うんですけど、まあ言ってないことなんてたくさんあります。あれはほんの一部です。ブログもそうだし、やっぱり言えないこと、相手の周りの人も私の動画とかブログを見てくださってるので、やっぱあの人立場もあるから言えないことあります。もう私マンション中に聞こえるんじゃないかってぐらいの大声も叫出したしね、すごかったよね、夜ね。お互い冷静じゃないというか、そういうことするったみたいなともありました。んだけど、まあ、それも踏まえて、今私はすごく穏やかにというか、まあ、楽しく過ごせてます。あの動画を上げた時は本当に真っ只中で、多分覇気なかったでしょう。多分今のテンションと思ったらちょっと違うと思っちゃうね。どうやってそういう風に持っていけたかっていうと、やっぱりもうポジティブメンタルって感じかな。いろんな先輩ママとか、周りのママ友とかにもいろいろ相談したりとかして、まあ、なんで私こんなにイライラするんだろうっていうと、やっぱ求めちゃってる部分があるよね。まあ、求めるのは仕方ないとも思うよ、やっぱり。うん、だっていっぱいいっぱいやっててさ、帰ってきたら、やっぱり、孫の手も借りたいじゃないけど、大人の手も借りたいわけじゃないですか。ね。それこそ前回の動画でさ、一人で育てること、母子家庭でっていうこともよぎったって話したんですけど、あ、そっか、母子家庭と思って過ごそうって思ったんですね。何のためにって、まあ、全てはこの子のためなんですけど、娘のために、そして自分のために生活しようって思ったんですね。相手にやっぱり求めたりとか、で、相手のためにするとやっぱ見返りを求める。どんなにね、見返り求めてないとは思ってても、どっかでこんだけしてるのにとか、特に夫婦とかはね、やっぱね、求めやすいとか、私はそうだったんですけど、自分のためにやろう。すべてに関して。って思うようになったんです。例えば、ワンオペ日頃からやってるけど、じゃあ、家に旦那が帰ってきました。自分がイライラしないで、自分がハッピーでいるために、もう旦那をってもワンオペしようみたいな。この人はいないものと思って、それも自分のために、自分がイライラしないために、そう過ごそうって思うようになったんですね。旦那がいても、いつも通りのワンオペをする。それがね、それまでは、なんでワンオペしょって家におるなら手伝わんと、夫婦でやることやんって思ってたんですけど、そう思うイライラするわけです。自分のために全くなってない。自分をイライラさせてるなって思って。じゃなくて、私がハッピーで、この子がハッピーでね、心もね、穏やかに、健康にいられるようにするためには、自分のためにワンオペする。でも自分がワンオペすることで、いつも通りのペースやし、求めないから、イライラもしない。なんでせんとってまずならないんですね。求めちゃうからなんでせんと、もうほんとムカつくってなっちゃうんですけど、もう何も、自分のために、あ、もうあの人いないものだと思って、いつも通りのワンオペをする。そしたらもう本当にイライラしなくなって、それは全ては自分とこの子のためなんだけど、結局、わーわー言わなくなった、黙っていろんなことやってくれると思うと、まあうちの旦那の場合はやってくれてる、変わったな嫁ってなって、ありがとうごめんなさいを言わない人だったんですけど、ありがとうって言ったんですね。その時に働いてくれてありがとうって言ったんですね、私もなんか結果この人のためにやったわけじゃないけど、自分がハッピーでいるためにやったことが、まあ結果人のためになって、でそのありがとうとか。で、そっからなんか自分でやれることを選択とかもやったりとか、あんだけ俺は俺のペースでやりたい、夜は絶対やりたくないって言ったけど、私がやってることを見てて、で、あ、この子が例えば朝どんだけ選択しても吐いてしまったり、ちょっと漏らしてしまったりしたら夜しなきゃいけないっていうのも見て分かり出してやってくれるようになったりとか、で、平日私が完全にワンオペするわけだから、じゃあ次の日、平日選択の残りを残さないようにしようとかもやってくれるようになったんですね。なんで全てが自分のためと思ってたけど、結果みんなのためになったなっていう、今この1週間意識を変えて、この家族のっていうかね、あの今のうちの我が家の空気感もすごいいいようになったし、まあ普通に会話もするし、でもやっぱ1週間の中でやっぱちょっと慣れてくると、あっちも動くようになると、やっ
ぱりやるようになったからこそ、何でやらんのとかやっぱ少しよぎったりはするけど、いかいかが違う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 、この人はいないものと考えて自分と子供のためにっていうのをシュッと戻すようにして、そしたらまたね心も穏やかに過ごせるわけで、例えばそれがねあっちからすると当たり前になった、もういいんですもん、もういい、もうそれでももうもうまたまたもうまたもういい、自分と子供のためにと思ってやればイライラしないし、まあそういう人間おるな、どういう人間だなぐらいの感じで今割り切ってやってます。なんかすごく穏やかになったし、まあなんかあまあやってくれてる、頑張ってくれてるな、まあ、家族っていいなってね今思えるようになったんですね。やっぱそれを感じてるからか、この子はね喧嘩中もすごいニコニコしてね場を和まそうとしてくれたりね、泣かなかったんです、ずーっとね親の顔を交互に見てニコって向けてくれたりねして、子供の前でねあの喧嘩しちゃいけないなって思うし、それ気をつけなきゃいけないって分かっててもね、やっぱねどうしてもいっぱいいっぱいでなってしまってましたね。なのでそれもいけないことだから、そうならないためにもっていうね感じですね。方向転換できるようになったのも、やっぱね、うちがね、マイホームを建て出してて、今じゃあ後戻りできないんですよ。もう着工もしてるし、方法立ってきてるし。ってなったら、じゃあ今、離婚します。家売ります。買った金額より絶対低くなります。じゃあお互い何百万の借金負債抱えて、夫婦で借金も折半になるからってなったら、離婚して子供抱えて、じゃあ何百万の借金抱えてて現実的じゃないし、それを早く選ぶの違うし、家族やっぱ何十年とこれから一緒にするなら、どうすることがハッピーなのか、どうすることが自分にとっていいのかって思った時に、私はこれにたどり着いたし、これが良かったなっていう、それはあのねもうほんと先輩ママにね、こういう風に考えたら楽よみたいな感じでアドバイスもらって、そうだなって思って、この一週間ですごく変われたことだから、まあね悩んでるお母さんいると思うんです。コメント見ててもね、全く一緒、自分のことしかしない、自分のことすらしないみたいなね書いてて、わかるわかるって、めちゃくちゃねもう本当にねグッドボタンめちゃくちゃ押したいぐらいの気持ちでいたんですけど、でもそういう風に私は変われたし、そういう気持ちでね、なんでかな、その旦那さんにじゃ愛がないかってそういうわけじゃないし、どうしても求めたりすると自分がきついから、こういう風に考えをね割り切ってっていうね、そういう風にするだけ、家事育児に関してはねっていう感じですね。なんでまあよければ少しずつ皆さんもこういう風に考えてみるといいんじゃないかなと思っているんだけど、もうただの同居人と思って、私がハッピー、私が幸せにいるためにワンオペをする、求めてない、なんかいるなぐらいでいい、で同居人ことは最低限やっとけばいいかな、なんか洗濯なんてねもう別々に回したら水道代もったいない、電気代もったいないとか何回もせないがめんどくさいから、まあたまたま一緒に入ってるけん、まあまとめてやっとこっかみたいな、とかは何回もせんでいいし、うん、でやっときゃ何も言わんしぐらいの感じでね、うん、割り切って考えると楽になる、楽になったっていう感じですかね。まあ他にもたくさんいい方法あると思うんだけど、今私の中ではこれが応急処置で、まあ、すごくいい方向になったし、でまあこれから先ねまたねいろいろ出てくると思うけど、これからもこれ私の中ではいい方向になるんじゃないかな、私とこの子のために、旦那はおまけみたいなおまけの旦那も変わってちょっとずつ変わってくれたり歩み寄ってくれたりしたし、なんかおまけがすごいいい形で帰ってきたらラッキーじゃないですか。ラッキーでいいんですよ。求めないことで自分のためにやってたら人のためになって、自分のためにやってたら自分に勝手に帰ってくるんですよ。ちょっと帰ってくることは求めてないんだけど、あなんかこういう風に考えればみんなハッピーになれるんだなで今は切り替えられるようになりましたね。やっぱね産後でさいっぱいいっぱいでさ、専業主婦の方もね毎日やることいっぱいいっぱい、気づいたらもう夕方だと帰ってくる、あもうパンパンとかね、仕事働いてる方はさやっぱそれまでの家庭とかもあって、自分働いてるでも自分の方を旦那さんも働いててでも自分のやることの役割が多いとかさ、なんてさみんな多分いっぱいいっぱい一生懸命生きてるね思うんだけど、その中で、まあ、気持ちを変えるだけでさお金もかけずにさ体力も使わずになるならな、もうそれがいいんじゃないかなって私は思って、どうでしょうか、参考になったかな、私の生態はこれだったかな本当にもうね何もストレスないし、自分のやれることをやる、まあ、土曜日日曜日の人がいるときにやっぱり寝たいから、私は朝はねそういうときはね早起きだからさ、たときにさごめんもう本当に寝かしてて、なもう普段6時半とかしてるけどごめん8時半9時まで寝かしてで起きたらそこの分バーってやればいいし、自分がやってくれてありがとうって、でもそれをしてくれるだけでもねありがたい感じやしね、はいっていう感じですかね。なんかちょっと話がバーっとなったけど、まあ、皆さんやってみよう
自分のために、割り切ってワンオペやってやろうじゃないかみたいな。自分のために、あの人は同時に、ATM、お金だけありがとうみたいな感じで割り切っとったらいいってよ。そうそうそう。そうやってね、頑張っているお母さんたちもいると思うしね。もう、ノンストレスで楽しい。やっぱね、で、こういうのはね、ニコってした方がね、やっぱ、幸せも寄ってくるしね。ね。っていう感じです。まあね、よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それじゃあまたね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。